おい、ゴルディオンのやつが呼んでいるぞ。キリア、師匠って呼ばないと、また腕立て1000回とか言って怒られちゃうよ。誰が師匠などと呼ぶものか、死んでもごめんだ。何を言っても無駄ですか。ねえキリア、この花の名前知ってる？花の名前など興味はない。この花はね、リーゼっていうの。リーゼ？そう、私と同じ名前。初めて私の名前をちゃんと呼んでくれたね。え、違う、今のは。私この花大好き、ずっと見ていたいくらい。そんなに好きなら持っていけばいい。なんてことするの？自分が何をしたか分かっているの？この花にも命があったんだよ。花を摘んだことを怒っているのか。じゃあこれなら文句はないだろう。何をしたの？魔王儀、氷国のアルマ。どんなものでも瞬時に凍らせて時を止めることができる。どうだ、これで満足だろ。バカ！バカだと？こんなことしたって失われた命は戻ってこないのよ。この世は弱肉強食だ。強い者が弱い者から奪う。俺はそうやってあの修羅の世界を生きてきた。それのどこが悪い？そう、だからあなたは弱いのね。弱いだと？暴虐の魔王キリディアと恐れられたこの俺が弱いというのか？そうよ、あなたのように心の弱い人はいくら力が強くても弱いのよ。心だと？バカバカしい。悪魔にそんなものがあるわけないだろう。いいえ、あるわ。あなたは何も分かっていない。だからお父さんに負けたのよ。リーゼ、待っていてくれ。俺は必ず復讐を果たしてみせる。そうすれば。どうしましたの、キリア様？難しい顔をなさって。いや、ちょっと考え事をな。すまない、オイラが足を引っ張ったばっかりに。いや、そうじゃない、別のことを考えていただけだ。あ、そうだ、魔将軍ブラッティスの居所が分かりましたよ。場所は移動要塞型魔界ダークテスタメント。ダークテスタメント、これまで様々な魔界を打ち滅ぼしてきた最強兵器とも呼ばれる魔界ですよ。へっ、超絶上等じゃねえか。最強魔王 VS 最強兵器、どっちが強えか思い知らせてやるぜ。ゼロッケン、お前に超魔流の最終奥義を伝授しようと思う。兄貴がオイラに？俺自身も最終奥義は身につけてはいない。だからこれからお前に伝えることは全てゴルディオンの受け売りに過ぎない。だがそれでも試してみる価値はあるだろう。分かったぜ、もう兄貴の期待は裏切れねえ。オイラに最終奥義を教えてくれ。よし、今のお前に欠けているものはおそらく俺と同じものだと思う。それは一体？最終奥義はその威力もさることながら相手の邪気を振り払うことができる至高の必殺技だ。故に最も重要なものは心だ。心？そうだ、ある人物が俺に教えてくれた。心？心か。